紙について楽しく学ぶラジオ、リシンクペーパープロジェクト。このラジオは紙の歴史やニュースなどを楽しく学んで、これからの紙の価値を考えていこうという番組です。この番組は清水志向株式会社の清水聡がお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。今回もですね、前回に引き続きちょっと面白い記事を発見しましたので、そちらを取り上げていきたいと思います。今回ご紹介する記事は、大王製紙が6月21日に発表したニュースリリースです。一旦ですね、記事の内容を一部抜粋して、ご紹介したいと思います。セルロースナノファイバー半導体材料の開発に着手、東北大学、東京大学、三層圏と共同でネドープログラムに参画、新規なバイオ半導体材料の開発実用化を目指した開発スタート。大王製紙株式会社はセルロースナノファイバーの新たな用途開発として、国立大学法人東北大学、国立大学法人東京大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所と共同で半導体材料開発を開始します。今回はこれまでの製造用途開発とは異なる半導体材料の開発に取り組むことで、セルロースナノファイバーの新たな可能性を産学官連携による共同研究で模索します。半導体材料を植物由来のセルロースナノファイバーから創出することは容易なチャレンジではありませんが、共同研究パートナーとの連携により実用化を目指し開発を進めていく考えです、という記事になっております。はい、これ簡単に言うと、大王製紙のセルロースナノファイバーを半導体材料として開発していきますという記事になっています。これですね、ことの発端は今年の1月に、東北大学が出したプレスリリースですね、こちらになります。東北大学、未来科学技術共同研究センターリサーチフェローの、福原幹夫先生が、セルロースナノファイバーに半導体の特性があることを発見したという衝撃的なプレスリリースが発表されました。これはすごいことですよ。半導体といえば、産業の米とも言われるほど、ありとあらゆる分野に欠かせない素材ですよね。でこれからも、需要は増えていくものです。皆さんもですね、半導体の恩恵を受けない日なんてないんじゃないでしょうか。そんなですね、半導体の材料としてセルロースナノファイバーが実用化できるとなったら、これ半導体産業に大きな影響を与える可能性がありますよね。はい、それではですね、そもそも半導体とは何かということについて、めちゃくちゃ簡単に、説明していきたいと思います。まずですね、半導体っていうのはその名の通りですね、半導体です。つまりですね、物質には電気を通す導体と電気を通さない絶縁体とがありますけれども、半導体はその中間の性質を備えた物質というわけです。先ほども言いましたが、半導体はですね、ありとあらゆるものに搭載されています。皆さん大好きスマホはもちろんですね、冷蔵庫とかエアコンみたいな
家電製品ですね、それから、車の中にも使われています。でこれからですね IoT とか AI が普及してくるとさらに半導体の需要が増えてくるはずです。で、現在のですねこの半導体のメインの材料はシリコンです。このシリコンっていうのは、この地球上で酸素の次に多い元素だそうです。まあ、比較的潤沢にある元素というふうに言えますね。しかしですね、この自然の中のシリコンっていうのは、他の酸素とかと結びついているので、元素として抽出するためには結構なコストがかかるんですね。で、仮にですね、このセルロースナノファイバーが半導体の材料としていけるとなった場合は、これまでの高価なシリコンよりもコストは抑えられるし、何よりですね、環境負荷も少なくなります。で、これまでですね、いろいろなセルロースナノファイバーの事例をご紹介してきましたけれども、中でも期待値が大きい事例なんじゃないでしょうか。今回の開発はですね、大王製紙のほか、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所の4社で、行う予定だそうです。東北大学は先ほどご紹介したセルロースナノファイバーに半導体の特性があることを発見した、福原幹夫先生がいらっしゃった大学です。そしてですね、東京大学には日本におけるセルロースナノファイバー研究の第一人者ともいえる磯貝明名誉教授が、いらっしゃいます。で最後にですね、今回の開発にあたってこのお二人が出されたコメントを、ご紹介して終わりたいと思います。まずはですね、東京大学の大学院、磯貝明先生のコメントです。福原幹夫先生らは機械回線セルロースナノファイバーフィルムそのものに半導体特性を有するという画期的な発見をされました。今回のプロジェクトではこの新規バイオ系半導体の実用化に向けた研究開発を進めるとともに、その発現機構を解明してサイエンスにも貢献することを目指します。それから元東北大学の福原先生ですね。植物から作られるセルロースナノファイバーから N 型半導体特性が発見されました。人工物である金属、セラミックス、ポリマーと異なる天然素材から新しいバイオ半導体の分野が花咲き発展することを期待しております。日本固有の森林資源を有効に活用することができれば、地方創生にも役立つものと考えております、というコメントです。はい、これは、面白くなりそうな予感がしますね。というわけで、今回は以上となります。今回の放送が役に立ったと思った方はぜひ番組のフォローやいいねをしていただけますとすごく嬉しいです。それから番組への質問やコメントも募集しております。概要欄に貼ってある会社か僕のインスタグラムからダイレクトメッセージで送ってください。はい、それでは本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。